行っとくか。 新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。ああ、多分これだわ。よーし、早く戻って取り付けてもらおうよ。シドニーってさ、
こういう情報俺たちのために探してくれてんだよね。そうかもしれないな。感謝してもしきれないよね。俺たちつかレガリアだろ。ほっといてやる気で。へえ、綺麗な色してんな。バレねえのか。だな。なんか入り口っぽいね。ここから入れますってか。絶対なんかいるでしょう。当然いるだろうな。じゃ行くか。はあ、鬱蒼とした森だね。そうだな。鳥の鳴き声もするが。いつ何が飛び出してくるかわかっ。この辺だな。ディーノに頼まれたもんを探そうぜ。こんな辺鄙な森に貴重なものが落ちてるとは思えないけどな。とっとと探すぞ。これならどうだ。これでくれよ。受けてみろ。行こうよ。ああ注意してけ。よっ、容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。うっ、はあ、ここまでだ。危ねえ。奥さん、うまいことやるじゃねえか。ほら、どうだ。ちょっ、いいよ。くらえ。はい、はい、はい、どうだ。うりゃ、よっ、いいよ。てめえ、容赦はしない。いい感じだ。当然。まだ先に道が続いているようだ。もう一度、本当にただの迷わないように気をつけよう。手早く済ませよう。気をつけろよ。戦いで満足だろう。まあな。よし、完璧。気張ってると疲れるよね。お前は特にだろ。なれないんだって。あ、終わりか。受けてみろ。え、終わり。あ、はい、よっ、うそ、うん、よっ。
よ。頼んだプロット見えてる。ちょっとどうも、あの頭がこれぐらいしやがる。じゃあ終わり。もらっちゃう。どっちに行くよ。と任せる。ま、行けるところは全部行ってみようぜ。準備しとけ。行き出すか。思った通りだと思うな。手ごわそうだな。行くぞ。正気を失っている。行くよ。はいよ。消してやる。準備はいいな。よし。ラジオ頼む。砕けちまいな。てめえ。エグルス。見当はついた。危ない。あれ。油断したな。王家の力、あといくつあるんだろうな。
お、視界が開けたな。ふう、一息つけそうな場所だな。なるほど、ここ釣りできそうだぜ。マジでか、やるしかねえだろ。シルベだ。休んでいくか。雨で野宿とか最悪。ノクト、明日の朝少し付き合ってくれないか。何？朝食作りを手伝ってほしい。もう別にいいけど。助かる、頼んだぞノクト。ノクト、どうした？何があった？それが、俺のメガネが。メガネ？ああ、そういやかけてねえな。さっき準備をしていたら、黒チョコボが寄ってきて突然メガネを奪って逃走したんだ。なんだそりゃ、ウケる！笑い事ではない。とにかく探すぞ。は？これから？多分あっちの方向に走っていったようだ。付き合ってもらって悪いな。なあ、スペアあんだろ、それでよくね。何を言うんだ、あのメガネはまだ無事だ。諦めるな。あ、いたぞ、あそこだ。で、
どうすんだよ、メガネなし軍師殿。こういうこともあろうかとギサールの野菜を持ってきた。準備良すぎだろ。これで奴を引きつける。ノクトはその隙にメガネを取り返してくれ。さあ、おいしい野菜だぞ。見つかった。すぐ離れろノクト。やり直した。さあ、おいしい野菜だぞ。いい子だな。たくさん食べてくれ。あぶね。さあ、おいしい野菜だぞ。食べないと損をするぞ。食べないと損をするぞ。いい子だな。たくさん食べてくれ。あぶね。いざ先。すぐ逃げるぞノクト。ねえ。ここまで来ればもう大丈夫だろう。はあ、どうした。メガネかけてない顔ってそんな感じだったっけ。ん、ああそうだが、メガネは顔の一部だからな。取り返してくれて礼を言う。ありがとうノクト。今日は助かった。そうか、ならよかったけどさ。あ、
やったな、おい。腕が上がったんじゃないか。ノクト、もうちょい喜びなよ。ああ、やったな、おい。受けてみろ。
っかり敵を見た。頼んだプロプト。うわ、見えてる。ちょっと、チョップでアイスプロプト行くぞ。セブリア、よっ、注意してけ。えい、せい、いくぜ。ふっ、容赦はしない。さて、どうする。しんど。はあ、やっと出られた。油断した。くせ、あ、グラディオ危ない。ブオリャー、ナイス、グラディオ、よっ、ブオリャー、ダッツ、ホイ、ヤッツ、フッ、終わり。虫、ダメだったよな。俺、うん、全然ダメだね。だよな、俺も。終わりか。ほっ、イグニス任せろ。手早く済ませよ。受けてみろ。手加減は死ねよ。前を見ろ。無事だな。先行こうぜ。蒸し暑いな。だな。
容赦はしない。よっそれ、行かない。集合しろ。オイラ、はいよ、行くぞ。問題ない、心配いらねえぞ。ブーリャー、強よ。まあな。パパパパン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 パパン、てか随分上機嫌だな。ジャケット脱いだらどうだ。準備はできているか。あ、行こうか。Thank you.
ここ車用品が多くて好きなんだ。ああ、お前機械に強いもんな。買い物でもするか。うん、行こう。ノクトも来てよ。やるから、取り付けはいつでもできるよ。どのくらい変わるかな。ちゃんと大会もできると思うからね。取り付けたくなったら私に言って。王子、お使いお使い。ああ。今度のはね、レガリアの目、ヘッドライトの中の部品だよ。まだピンとこないかもしれないけど、これつけられたら旅が劇的に変わる。量産できればよかったのに。それもオートの部品なんだよね。外にあるのもわずかだし。オートじゃもう作れねえしな。あ、そういうことが言いたいんじゃなくてね、数が少ないのは惜しいけど、とにかくとっても役に立つってこと。また取りに行くのが大変そうだけど、これは絶対レガリアにはつけてあげたい。レガリアも君たちも守れるものだから。ちょっと探索のお使い頼まれてよ。わかった。お、ちょうどいいタイミングだね。新作ができたよ。どうする？強化したいパーツはどれかな？これでいい？楽しみにしててよ。バッチリ調整しといたよ。シドニーもワクワクしてたね。今すぐにでも頼んでほしそうだったな。いつ行く？だから焦んなって。焦ってませんって。終わったよ。大事に乗ってよね。あ、ねえ、なんかちょっと雰囲気違わなかった？何の？シドニーだよ。さすが、よく見てんだ。だよね。できたらってんじゃなく、絶対持ってきてねって感じだった。いいじゃねえか。決まってんじゃねえか。別に普通だが。